それではチームのお名前と監督のお名前を教えてください。はい、チーム名はヤングイーグルスです。平木義明監督です。チーム創設はいつ頃ですか？6年前になります。練習日時はどうなっていますか？練習日時、土曜日日曜日が、主に活動の、時間だと思います。練習場所はどちらでしょうか？練習場所は、主に荒川の、グラウンド、それと、大会でも使っている、東隅田の、グラウンドです。今年の主な成績を教えてください。春の大会が、3勝1敗、夏の大会は、1回戦で敗退という状況です。チームの考え方を教えてください。そうですね、基本的には、明るく、元気が目標なんですけども、それよりも、大きな目標、例えば優勝というところに対して協調性を持たすというところで、指導をして、活動している最中です。費用はおいくらぐらいかかりますか？月に、1000円です。選手は今何名ぐらいいらっしゃいますか？選手は今20名です。練習や試合でご父兄のお手伝いは必要ですか？ヤングイーグルスは基本的にお手伝いはありません。ですから、やはりそういうお手伝いっていうのは必要ではない、必要ないっていうことですと思っております。体験参加などは可能でしょうか？もちろん可能です。最後に監督さんをやられていてやっていて良かったこと、あるいは今お悩みのことなどございましたら、自由にお願いいたします。そうですね、6年前のことを思えば、一生するのが非常に大変でっていうところからスタートしまして、どこかで一生、したんでしょうかね。記憶もあんまり、新しくないので申し訳ないんですけども、やはりその勝ったっていう、その時の、選手の顔、喜びっていうところの表現が見れれば、すごく監督よりも尽きるなと。それに対してやはりさっきも言いましたけども、その大きな目標っていうところがね、実現できれば、もっといいんじゃないかなと期待を込めて今、一生懸命指導をしています。